これはこれは面白い男がやってきた。知り合いか。たまさか見つけた絵師よ。シャルでアリンス。ああ、こいつが噂の勝川俊郎か。もう勝川ではないがな。そんなところにボケと突っ立てねえで座ったらどうだ。歌丸先生が吉原一の花を描くところよ。俺は別に構わねえが、まあせっかく来たんだ。おめえさんもどうだ、一杯。酒は飲まん。そりゃ結構だ。こいつの酒代払わんでもがっぽり稼いでくれるぞ。いいから座れや。うめえ魚があるぜ。おめえさんも食ってけや。贅沢なもんは口に合わん。聞いたか、こいつ本当に絵師なのか。そのようだ。まるで坊さんみたいな野郎だな。だから女に色気がねえんだ。おめえの描く女には色気がねえなあ、つたや。下手だとは言わねえよ。ただそうだな、てめえの絵は目の前にあるものを似せて描いただけの絵だ。上っ面だけで命が見えねえ。逃げんのか。おめえだけじゃねえぞ。絵師など他にいくらでもいる。悪いがそこ閉めてくれるか。かつて自由な表現が禁じられた時代に自分の絵を貫き続けた男がいた。人が喜ぶ絵を描くのがそんなに悪いことか。こんな日まで絵を描く気か。描く。こんな日だからこそ。170年の時を経て謎に満ちた彼の生き様が今明かされる。北斎。